おはようございます。今日もセミナフチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、2月の16日、土曜日です。今日はですね、自転車でですね、今尼崎市内の野川河川敷にいるんですけど、ここから漕いで、あそこの山の方まで行きたいと思っております。運転中はね、写真撮影動画撮影できませんのでね、ところどころ止まって、お伝えできればと思います。それではよろしくお願いします。こちら新茂川橋のね、橋を建設中なんですけれど、この橋ができればね、豊中市内から伊丹までね、こう一本で結ばれるというような橋です。この橋ができて、まっすぐ行きますとですね、三菱のあの工場のところ、福知山線のね、踏切にぶち当たるんですが、そこは地下トンネルになり、そして産業道路に出ていくという道路なので、伊丹からね、豊中の往来がすごく便利になるというね、橋でございます。この橋もね、もう橋桁ができたかというぐらいに、ね、なっておりますけども、こんな感じになっております。道路側をね、見ましてみると、本当にあれですね、橋桁がもうこっちも出来上がりましたね。ついに、橋の建設が本格化したように思えます。一方で隣はもうすぐ畑、尼崎はこういうような風景が多いです。ではちょっと距離が長いので、そろそろすっ飛ばしていきましょう。こちらの風景はですね、昔尼崎東高校があった土地です。もう何か工事がね、始まりましてね、何だったっけな、特養老人ホームだったっけな、なんかその辺ができるという噂も聞いておりますし、何か複合施設かなんかができるっていう話もなんか聞いたことがありますが、その、何ができるのかっていうのがいまいちよく分かってませんので、もし知ってる方がいたらですね、この尼崎東高校の後何ができるのか教えていただきたいものです。向こうには伊丹空港から離陸していった JAL の飛行機が見えます。私はあちらの方に今から向かいます。あちらに見えておりますのが稲川のね、水質試験場を兼ねた浄水場だったと思います。あそこがね、結構大きな、その他で有名な、水の水道のね、関連の施設ということになります。なんか吊り橋のような橋が見えておりますが、これからあの橋を渡りに行きますが、こちらの、画面を向けてみますとですね、万葉の森という森があります。一般の人はまだ入れませんが、入っていいのかどうか分かりませんが、まだなんか森だけなので、あんまり荒らさないでということだけは書いています。関係者以外立ち入り禁止っていうことは、一般の人は入ったらダメということになるんでしょうけども、いつか多分中に入れるでしょうっていう時が来るでしょう。カラスが入っておりますけども、そんな森があったりして、ここ尼崎はですね、こういう万葉の森だとか田の遺跡だとかいうものがございます。この辺り稲川のね、ミネラルとか豊富に含んでおりますのでですね、縄文時代、この辺り繁栄し文明があったということだけ、遺跡があるということだけをご存知いただければと思います。進んでいきましょうかね。ここは JR 伊丹駅の裏側です。こんな感じになっております。結構稲川は台風の時に被害を受けまして、今でも結構整備をね、続けているところが多いようです。あのイオンモールの裏手がですね、JR 伊丹駅になるということになります。わずか20分足らずでですね、先ほどの吊り橋からね、こちらに移動してきましたところには大阪空港がありましてですね、気軽に行ける撮影スポットの一つでもあります。私はですね、ここでよく撮影をしておりますけども、iPhone の XS にしてからは多分初めてだと思います。で、飛行機を撮る自体も初めてだと思いますので、ちょっとここで撮影していこうかなと思っております。今ボンバルディアのね、プロペラ機ダッシュ400かな、降りてきましたけど、ちょっと小さい気もしますけど、あれは何型になるんでしょうかね。こちらには、ボーイングの737型機、737のね、NG シリーズかな、ウィングレッドがついておりますので、今離陸しようと、離陸していったところですね。むしろ反対側から、こちら側から降りてくるときはね、豊野の倉庫の向こう側からカーブして降りていきますので、なかなか見栄えの面白い、構図が取れると思います。この時間はね、離陸機が多いのでね、飽きませんよね。ぐるっと回っていきますけど、青空と飛行機はいいものです。
ろはボーイングの767-300型機ですね。あ、違うわ、787か。本当に大阪空港でね、国内線の787が飛んでるなんてね、私初めて知ったもんですが、あ、飛んでたんだと思って申し訳ないです、767なんて言ってしまいまして、こちら全日空のね、こちらが767型機ですね、767の300型機でしょうかね、こちらも日本の空に大きく貢献したような航空機でおりましてね、私よく見るなと思ってるんですけど、わりかし大阪空港には飛んできているようです。いいですね、270人か、それぐらい乗れるんですよね。なんかすごく可愛い飛行機が飛んできましたけど、これは737-500ですかね、元エアニッポンかなんかの飛行機かなと思うんですけど、本当にちっちゃくて可愛い飛行機が飛んでまいりました。そしてこちらは、全日空のローンチカスタマーの、機体であります、ドリームナイナー787。もう全日空といえばこれになってきたような気がしますけども、本当に787ね、去年はね、全日空悩まされてましたね。こちらは、自転車を走りましてですね、川西池田北見伊丹の間にあります福知山線のね、稲川が、両方見れるところです。何だったっけな、稲川運動公園だったかな、なんかそんなような名前だったような気がしますけども、これは伊丹空港から離陸した777、いや767-300どっちだっていう、とりあえず飛行機ですって感じですね。とりあえず旋回しているので撮影させていただきました。福知山線の電車がね走っていきました。あれは321系でしょう。各駅停車ですかね、それともこの時間だから快速かなとか思ったりするんですけど、321系、207系は結構ね、福知山線で見ることが多いです。で、水鳥がねぷかぷか気持ちよさそうなんですよね。寒い冬をなんか暖かく思えるような、そんな風景でかなり可愛いですね。お尻プリプリしてね、当時のね、このね、今撮影して可愛いと思えるんですけど、私この日ね、朝ごはん何も食べてなかったんで、焼き鳥だとか鴨鍋とかね、頭の中そればっかり考えてて、もうなんて可哀想な考えをしてたんだと思うんですけどね、やっぱりね、その鳥をね食べたりねするのっていうのはやっぱ感謝ですねとか思ったり、するものです。で、まあここの鳥はね食べませんけどもね、この鳥、水鳥とね、なんか福知山線の列車を映すというのもなかなかいいなと思って、なかなかない光景ですよね。風景に溶け込む福知山線というか電車の動画っていうのもなかなか素晴らしいものだと私は感じております。あー、ぷかぷかしております、可愛いですね。ほんとかいつぶりなんでしょうかね、これはウーなんでしょうか。鳥には詳しくはないんですが、かいつぶりのような気もするしなー。あ、ウーが今ポコって出てきましたけどね、なんかもうほんと同じような、もうカモでいいじゃんっていう話なんですけど、これは何、おしどりとかになるの。おしどりもっと綺麗だなとは思うんですけどもね、水鳥がぷかぷか浮いてるところにまた電車がやってきましたので、シーンを変えてちょっと電車を映して、このカモのプカプカ具合のね、なんか お風呂でね、こう黄色いアヒルみたいな、その中でいかにもそんな感じですね。なんかすごく、お風呂のなんかプカプカアヒルみたいな感じでね、あのダッシュ村とかであるじゃないですか、アヒル村長みたいな、あんな感じ。これ四十末だったかな、四十からだったかな、なんかやってきたので、まあとりあえず水飲んでるんですけども、可愛いのでね、なんかキョロキョロこちら見ながらね見ておりますのでね、私もねカメラを向けて、ちょっと手を振ったりしてたらこっち向いてくれたりして、可愛いですなーとか思ってのほほんと見ておりました。いいですね、鳥の動画って。なんか鉄道じゃなくてまた違ったね、住の淵チャンネルって感じがして、なんか新鮮な気がします。これウです。なんか鵜飼とかのね、その鳥とかで見たことあるんですけど、野生で見るのっていうのはなかなかね、この川に相当ね、こう張り付かないと見れないんじゃないですかね。結構東京とかはどうなんですか、見れるんですかね。鵜飼ではないですけど、カワウとかっていうの結構なかなかね、可愛いですよね。なんかカラスとカモの中間みたいな、そんな感じだと思いますけども、先ほどの四十末、何か餌を見つけてなんかパクパクしておりますけどもね、なんかこの食べるシーンもね、スズメみたいで可愛いですよね。よちよちしておりますね。なんかもう和みますよね、鳥って癒し系です。
でこのシジュウマスもね、いろいろなところでこう水を飲んだりご飯食べたりで、まあ、ご飯落としちゃったよみたいな感じになってたみたいなんですけど、もう落ちてなんか取れないと判断したらもう諦めるしかないやっていう、そういうような感じで、もう本当に諦めて、でも私の方何か気にかけてくれてるような、そんな感じでこちらを見てくれてました。さあ、これは何の写真かな。これもあれですね、こう電車の走行シーンと絡めてるような、そんな感じだと思います。宝塚線はね、この川西池だと、北伊丹の間っていうのはこうで川沿いを走りますのでね、なかなかこうのどかな風景が見れるとは思うんですけど、本当にこの辺りからはね、住宅街というかもう閑静な郊外の、郊外と田舎がね入り混じり始めるみたいな、そんなところですね。宝塚越えると一気に山に入っていきますけどもね、なんかニュータウンっていうようなところも結構ちょこちょこあるような気がします。本当にさっきからね、207系と321系しか走ってねえじゃねえかとか思うんですけど、もうちょっとこう223系とか走ってくれませんかねとか思ってね、時刻表を調べてました。もうすぐコウノトリが来るようなんですよね。で、ちょっとコウノトリを見てから、撮影しようかなと思ってるので、しばらくはこういう風な、なんかね、こうカモじゃないですけどカイツブリかカワウかなんかこうプカプカ浮いて泳いでるシーンをご覧いただければと思います。いや、なかなかね、本当見てるとこの泳ぎ方というかスイスイしてる感じが本当可愛いなと思って、いいなと思っております。電車からもこういうね、鳥までは見れないとは思うんですけど、なかなかこう春とかになると菜の花が咲いたりしてね、この辺も一気に形相が変わりますね。今ちょっと殺風景でね、なんかもう寒い、いかにも寒いような風景だと思いますけど、春になったら一度この区間通ってみてはいかがでしょうか。むしろ川西池田で降りて散策してみるのもいいかもしれませんね。ちょっと水鳥に飽きたので上を見てみますとね、これ全日空のなんだろう、東京オリンピックかなんかの PR かなと思うんですけど、どうなんですかね。なんかすごいいい感じの飛行機が飛んできましたので、これもぐるーっと輪を描いてね飛んでおりますので、これも撮影しておくことにしましょう。伊丹空港からね、離陸した飛行機というのは一般的にぐるーっと旋回していきますので、このダイナミック旋回というのはやっぱりいいですね。飛行機の醍醐味と言えるでしょう。この旋回してね、この飛行機の機体を傾けながらぐるーっと回っていくのはなかなか素敵だと私は思っております。いや本当にね、もうあんなとこまで飛んでいったかと。そしてやってきました、コウノトリです。なんだ3両編成かと思ってね、もうちょっとなんか貫通型のね電車が来るかと思ったら、ただの付属線編成のような N ゲージのような車両が入ってきましたけども、まああっという間に過ぎ去って、なんだこれだけかよっていう感じでした。そして、ね、ちょっと走らせたところでなんか変な音聞こえたなと思ってすぐカメラ回したんですけど、 DD51 が走ってたんですね。うわすげえ懐かしいとか思ってね見ておりましたけどもね、またここでもカモかカイツブリかよくわからない生物鳥を映しておりますけどもね、すごいツーバウンでおります。こちらは平和の象徴ハトでございます。もうどちらでもなんかバードウォッチングみたいになってきたなとか思うんですけどもね、これはカラス飛んでるしね、なんかいろんな鳥飛んでおります。それもまたこの稲川上流の楽しみということで、もう奥には白鷺が飛んでおりますけども、いいなあこういう鳥たち。あ、ちょっと待ってね、なんかすごいね、この辺りっていうのはコメントに困ってくるな、いろんなものがいっぱい飛んでくるから、ちょっともうちょっとちゃんとコメントさせてくれやと思うんですけど、そんなところに阪急宝塚線のなんか4両編成の電車がやってまいりました。これは能勢電なのか、それとも箕面線の改装なのか、何かがやってきまして、4両編成での運用なんだこれはとか思っておりました。詳しい方がねおられましたらですね、ちょっとコメントしていただければと思うんですけど、橋の上でなんかえらいどえらく速度をね止まるのかなとか思ったんですけど、この辺りからまた加速していきました。すごいな、なんだろう、あの電車っていうのはなんだろう、何の回送かなと、いや小尺から帰ってきたのかな、平井車庫へ行くやつかなとか思ってたんですけど、調べてみてもちょっとわからない電車たちでした。さあ8000系とねカモをちょっと合わせて映してみました。橋梁でねちょっと車体が全部映せなかったんですけど、阪急と鳥っていうのもなかなかいい感じがする
なんかもうインスタ映えとは言わないですけど、風景とマッチするようなね感じでした。何かついばんでますね。あれなんでしょうかって言って、カラスがねたくさんついばんでおりますけど、あそこにねちょっとこれ以上映すのは申し訳ないとは思うんですけど、なんか魚かなんかの死体がありましてね、それを食べておりましたね。皆さん朝食タイムということでね、急戦系と、まあ、鳥のついばみをね見ておりますけども、なかなかこうね、急戦系もなんか横から見ると鳥みたいな顔してんなとか思いながらね見ておりましたけど、どういうとこが鳥かはちょっとわかんないですけど、雰囲気がねなんかそんな感じに見えたような気がしました。これは阪急の6000系か7000系か6000系なのかな、なんか走っていきました。これも映しておきましょう。すみの穂チャンネル、今回ねなんかあの電車のことやらないでおこうと思ったんですけどもね、電車を映してしまいましたね。私はこれから池田の街を散策することにします。次にご期待、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。